自分もちょっとなんか重たいような重たい曲が多いんですけど、ちょっと昨日ちょっと船橋のビビットスクエア あのこのライブ出たら、見てたお客さんが明るい曲今度やってって言われたけどありませんって言ってた。一曲目レイオブライトっていう曲を聴いてください。
ハーモニカの位置が終わってくる。ごめんなさい。自分も何曲も何曲も作ってて、最近曲が作れなくなってきて、明るい歌も、まあ、明るい歌作りたいなと思うんですけど、詩は明るいの書いても曲が暗くなってきて。いいの。それいいよ。で、うん、ちょっとしばらくちょっとあんま曲作りやめて、今まで作ったことをちょっと、まあ自分はね、吉野さんみたいにそのギターが上手くないんで、テクニックをちょっと磨いてが磨いてで、それに2曲目は、うん、でしばらくちょっとあれで、ね、まあいやラストシングルですね、ラストシングルラストシングル聴いてください。で人生長いんですよ、タイトルが。人を傷つけて、人を傷つけて生きていくほど惨めな人生なんてこの世にはないんですよ。聞いてください。人を傷つけて生きていくほど惨め。